にちは、葵です。今日はツナグラタンをご紹介していきます。保育園のグラタンのレシピはいろんな種類があるんですが、このツナグラタンもとっても人気です。保存が効く食材だけで作っていきますので、なかなか出かけられないという時にもおすすめのレシピです。それでは早速作っていきましょう。保育園管理用紙、葵の給食室、今日はツナグラタンです。まず玉ねぎを切っていきましょう。盛大にやらかした。玉ねぎは薄切りにしていきます。玉ねぎを半分の長さで薄切りにしていきます。ツナ缶の油を切っていきます。ツナ使うときは水煮タイプよりもこういった油漬けタイプの方が口の中でパサパサしないので、お子様が食べやすくなります。保育園で缶扱うときはよく洗って熱湯をかけて消毒をしてから扱っていきましょう。ツナはこうやってザルにあけて、しばらくこのまま油を切っていきます。次はマカロニを茹でていきましょう。沸騰したお湯の中にマカロニを入れて、入れたらもうすぐにかき混ぜていきます。よくこのほぐしておかないとくっついて茹で上がってしまって、くっついた部分っていうのは絶対にもう火が通らないので、必ずこの時点でよくほぐします。よくマカロニとかパスタ茹でるときってお塩を入れると思うんですけど、塩を入れる理由というのが、マカロニに下味をつけるっていうのと、あとアルデンテって言われている程よい硬さに仕上げるために食塩を入れるんですね。ただ保育園の場合は薄味で仕上げたいので、下味つける必要もないですし、柔らかく仕上げたいので食塩を入れなくても大丈夫です。マカロニは袋の表示通り茹でていきましょう。ここに9分って書いてありますので、9分茹でていきます。9分経ったので火を止めてザルに開けていきます。パスタの場合は茹で上げた後にくっつかないように油を回し入れると思うんですが、今日はグラタンでホワイトソースと混ぜた時にしっかりと麺がほぐれますので、ここで油回さなくても大丈夫です。もうここまで来たら、あとはフライパン一つで仕上げていきます。とっても簡単です。ここに無塩バターを入れていきます。味がしょっぱくなっちゃうので必ず無塩バターを使ってください。ここに玉ねぎを入れてよく炒めていきましょう。どっさりです。玉ねぎはマカロニがこれぐらいの量なんですけど、玉ねぎをたくさん入れていきます。玉ねぎが透き通るまでは中火で炒めていきましょう。玉ねぎしんなりしてくるまではずっと炒めてなくても大丈夫です。放置して時々炒めて放置してっていうのを繰り返します。玉ねぎが少ししんなりして透明になってきたら焦げやすくなってきますので、弱火にしてさらに炒めていきます。焦げそうになってくると音がね、パチパチって音に変わってくるんですよ。そういうパチパチ音が鳴ってきたら、そこから先は焦げるぞっていう合図なので、だいたい玉ねぎを入れて3分くらい炒めてくると、音がね、今ちょっとパチパチって聞こえると思うんですけど、この音が鳴ったら気をつけて炒めていきましょう。玉ねぎってオーブンで焼いてもそこから先柔らかくならないので、この時点でしっかりと柔らかく炒めていきます。じっくり炒めて玉ねぎの辛みをなくして、この野菜の甘さを最大限に引き出すっていうのがとても大切です。今15分くらい炒めてたんですけど、もう玉ねぎがだいぶしんなりして飴色になってきたので、ここで一旦火を止めます。もし炒める時間がないという場合はですね、ここにちょっと水を垂らして炒め煮みたいな感じにすると、玉ねぎも早く柔らかくなってほったらかしておけますので、時間がない場合はその方法でやってみてください。そしたらここでホワイトソースを仕上げていきます。今火を止めたフライパンに小麦粉を入れていきます。で、今の火を止めるっていうのがとっても大事なポイントで、小麦粉っていうのは熱いところに入れてしまうとダマになりやすいので、必ず火を止めてから小麦粉を入れていきましょう。で、しっかりと玉ねぎに絡まるまでよく混ぜていきます。玉ねぎにしっかりと小麦粉が混ざったら、ここにスキムミルクを加えていきます。牛乳よりも脂質が低くてカルシウムとタンパク質が豊富なので、保育園ではスキムミルクを使うことが多いです。そ
そしたらスキムミルクにぬるま湯を加えて溶いておきましょう。高温のお湯ではなくぬるま湯で溶いていきます。そうするとダマになりにくいです。この後スキムミルクを3回に分けて入れていくんですけど、その時にこういう風に注ぎ口があった方が入れやすいので、今ね最初からこっちで溶いとけばよかったなと思ったんですけど、皆さんは最初からこういった注ぎ口があるもので溶いていってください。3分の1量をまず入れていきます。火をまたつけて弱火にかけながらこれをよくかき混ぜていきましょう。でこの時にしっかりと3回に分けて入れることで、またここから先もダマになりにくいので、ここは慎重に入れていきましょう。とろみがついてきたらまた2回目を入れていきます。そしたら残りのスキムミルクを追加していきます。しっかり混ざってとろみがついてきたらここで火を止めます。木べらを下に引いて一瞬この道ができるっていうのかな、フライパンがこう見えるぐらいまでとろみがついたらもうこれで火を止めていきます。そしたらここに先ほどのマカロニを入れていきます。で多分時間が経ってるので結構固まってると思います。こんな感じで、ただこれホワイトソースに混ざっていけば自然とほぐれていきますので心配しなくて大丈夫です。うわー美味しそう。マカロニがしっかりとほぐれてホワイトソースに馴染んだら、油を切ったツナを入れていきます。ここに塩を入れて味を整えていきましょう。お塩入れていきます。ツナをたっぷり入れてるのと玉ねぎをしっかりと炒めて甘さを引き出してるので、お塩少なくてもしっかりと味が出ます。そしたら耐熱容器にグラタンを流し入れていきます。保育園で作るときはオーブンの天板にクッキングシートを引いて、この上に生地を流し入れて大きく焼くっていうやり方をしています。重っずっしり。そしたらここにパン粉と粉チーズを振りかけていきます。保育園でかけるときはいつもこのパン粉の中に粉チーズを入れます。で先にこの2つを混ぜてからかけていくと作業効率が良くなるのと、まんべんなく行き渡りますので、ご家庭で作るときも混ぜてから振りかけてみてください。そしたらこれをまんべんなく振りかけていきます。そしたらこれをオーブンで焼いていきましょう。最後にかけたパン粉と粉チーズ以外はすでに火が通ってますので、上の方に軽く色がつくくらいで大丈夫です。綺麗な色に焼けました。仕上げにパセリを振っていきます。葵の給食室。給食給食嬉しいな、おてても綺麗になりました。それでは皆さんご一緒にいただきます。いい匂いしてる美味しそう。このツナグラタンを子供にねすごい人気なんです。いただきます。熱そう。うん、美味しい。優しい味、塩分も少なめなのでとっても優しい味でできてます。少ない調味料でもツナの旨味と玉ねぎの甘みがしっかりと出ていますので、これだけでもコクが出てます。グラタンはオーブンで焼いて冷めていく段階でも少しとろみが強くなってくるのと、とろみが強すぎると口の中でモサモサしてしまってお子様が食べにくくなってしまいますので、ホワイトソースを仕上げるときは固めよりも緩めの方がおすすめです。保育園のツナグラタンは子供たちにもとっても人気なので、ぜひ皆さんも作ってみてください。保育園のグラタンのレシピはいろんな種類があるんですが、このツラ
粉つらグラタン、あれつなグラタンが入れなくなっちゃったつらたん今日はホワイトソース別で作らずにフライパンで仕上げていくんですけど、玉ねぎ炒めた時に一緒に仕上げていくんですけど、その時に玉ねぎが、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画面白かったという方はぜひ高評価、チャンネル登録、それからチャンネル登録をするとベルマークボタンが出てきますので、ベルマークを押してぜひ最新動画の通知も受け取ってください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。